RF-4B ファントム VMFP-3 アメリカ海兵隊エルトロ基地カリフォルニア州1982年横浜米軍喫墜落事件は1977年9月27日に発生一般市民3名が死亡し6名が負傷した航空事故である1977年9月27日13時過ぎ厚木基地を離陸し 太平洋上の航空母艦ミッドウェイに向かおうとしたアメリカ海兵隊の戦術偵察機が離陸直後に燃料満載の状態でエンジン火災を起こした。乗員2名は射出座席を用いて緊急脱出しパラシュートで神奈川県横浜市緑区鴨志田町付近に着地した後、海上自衛隊厚木救難飛行隊のヘリコプターに収容されて基地に無事帰還した。 一方、放棄され制御を失った機体は5キロメートルほど離れた道区枝町の住宅地に墜落し、火だるまになった機体の破片を周囲3 0 0ルから4 0 0ルに飛び散らせ、周辺の家屋20個を炎上、全半壊させた。事故発生から10分後の13時23分に出動した海上自衛隊の S-62JQ 難ヘリコプターは、 13時25分ごろ、国を目撃、30分後事故現場上空に到着した。すでに消防車が来ているのを確認した上でパイロットを収容し、再度事故現場上空に状況を確認上で、基地に帰還した。これとは別に40名ほどの陸上救難隊が編成され事故現場へ向かう準備をしていたが、事故現場が 基地から約 18km と離れていたこと、蒸気の通り消防などによる救難活動が開始されていたことから、結局出動しなかった。アメリカ軍関係者は、約1時間後の14時20分頃に現場に到着し、日米地位協定を盾に真ま先に現場周囲の人たちを締め出した後、エンジンなどを回収。この作業の際には、笑顔でピースサインを示して、 記念撮影を行う兵士もいた。墜落地周辺では火災により一般市民9名が負傷。周辺の人々により次々に車で病院に搬送されるも、うち3歳と1歳の男児2名の兄弟は全身火けにより翌日の未明までに相次いで死亡した。また、兄弟の母親である26歳の女性も全身に火けを負い70回にも及ぶ。 皮膚移植手術を繰り返しながら長期間にわたり入退院を繰り返した。移植する皮膚は夫と父親の提供する分だけではとても足りず、新聞で提供者を募ったところ約千五百人から応募があり、実際に四十二人から皮膚の移植を受けた。一時はリハビリを行えるまでに肉体的には回復するものの精神的なダメージは計り知れず、最終的には 精神科単科病院に転院したが、女性の転院に関して、遺族は半ば強制的であったと主張している。事故から4年4ヶ月後の1982年1月26日、被害女性は、心院性の呼吸困難により死亡した。NHK アナウンサーの鏡幸子は、涙ながらにこのニュースを伝えた。我が子に会いたい一心で懸命にリハビリに励む。 母親に二人の子供は事故翌日に死亡したことは伝えられず、真実を知らされたのは事故から1年3ヶ月後であった。防衛施設長の申し入れにより、母子の葬儀、告別式の時間帯には厚木飛行場の飛行停止の措置が取られたという記事があるが、母親の葬儀の際、遺族によれば事前に米軍機の飛行を自粛してほしいと要求し、 横浜防衛施設局は当日一切の飛行機を飛ばさないと約束したものの実際には葬儀の最中も上空で何度もジェット音がし飛行機は飛んだという墜落機のエンジンは事故当日にアメリカ軍によって回収され10月にはアメリカ本国へ送られたことが判明した事実を知った横浜市長アスカタカズオは抗議声明を発表時のアメリカ大統領 ジミーカーター宛に電報を打つも、返還までには1ヶ月を要した。原因調査は、日米委員会の自己分解委員会によって行われたとはいえ、日本独自の調査は行えなかった。1978年1月、自己分解委員会は、日米委員会に調査結果を報告。原因は、エンジンの組み立てミスで上院に、過失はないと結論付けた。 このミスはエンジンが搭載されてからは点検で発見することが無理であり整備側の責任問題にも触れなかった。日本側、特に警察は業務上過失責任を明確にすべきと主張したが事故分解委員会は原因調査と対策が目的で責任追及は領域外であるとしてアメリカ側の主張を了承せざるを得ない状況であった。1985年 遺族の要望により、横浜市へ寄贈する形で、港の見える、丘公園フランス山地区に、犠牲者をモデルとした、愛の星像というブロンズ像が設置された。行政側は、当初、都市公園法の解釈を理由に、本件に関わる、説明の設置を認めず、遺族側が、溢れる愛をこの子らにと予定していた台座の分に、関しても、同法に抵触すると主張。 妥協として、このを削った、溢れる愛をコラにとされ、予備知識がない限り本件の記念碑であるという、認識が困難な状態が続いていた。そのため一部市民から疑問の声が相次ぎ、2005年2月、当時の横浜市長、中田博氏が定例記者会見の中での回答以降、翌2006年1月に事件の概要を簡潔に記述した碑文が設置されたが、 増設地から、非分設置まで、約21年の歳月が費やされた。このほか、横須賀市内にも、はよ,よみが蘇ると題した本事件追悼の母子像がある。被害者女性の名を付けた、かずえというバラが、園芸品種名として登録されている。系統はシュラブで、受講は1メートル弱と小ぶりであり、花はピンク色の丸弁高新崎で、 直径約10センチメートル弱の小ぶりでふさざきである。京成バラ園芸が1985年に開発し、トゥーサン・ルーベルジュールを改良したものとされる。なお、種苗法による品種登録の保護期間は30年であるため、2016年以降は株分けの譲渡が可能となっている。母子像と同じ港の見える丘公園のイギリス館、ローズガーデンに植樹されている。 事件現場に近い横浜市青葉区エゴマデンのエゴマデン太陽公園の太陽ローズガーデンにも説明文付きで植樹されている。他に横浜市緑区小山町の数江福祉会、東京都町田市の津田町の津の田公園原広場、宮城県石巻市小月町の大月、ローズファクトリーガーデン、東京都渋谷区千駄ヶ谷の日本、共産党本部ビル屋上庭園などにも、 植樹されている。横浜市青葉区白鳥台の女川沿いの農業地区の一角にある、被害者の家族が運営する、柿農園、和ズ園、もしくは横浜市青葉区樹家町の、の麦地域教育センター平和のバラ園で、春季に、苗が販売されている。また、球場の会の催しで販売されることもある。一緒に植えられることの多いバラとしては、 第五福竜丸ビキニ干渉被爆事件の犠牲者追悼のバラ、愛吉、鈴のバラ、アンネのバラ、ピースが挙げられる。ありがとうございます。